皆さんこんにちは。甲子園総合会計事務所代表下園です。本日は月次支援金のポイント解説をしたいと思っています。で、最初に、令和3年6月14日時点の情報をもとに動画を作成していることをご了承してください。で、この月次支援金なんですけれども、申請要領が6月11日に発表になっています。基本的にはその情報を踏まえたポイント解説動画になっています。で、最初にお前誰やねんっていう話になると思うんですけれども、会計事務所の代表をしています。で、登録確認機関もしているので、月次支援金の前に一次支援金っていう仕組みがあったんですけれども、それのサポートなんかもしていました。で、先ほどちょっと話になったんですけれども、月次支援金っていう制度の前に一次支援金っていう制度がありました。今回対象になるのはこの月次支援金なんですけれども、月次支援金の中のこの手続きや添付書面の多くが一次支援金を参照しています。で、この2つの関係なんですけれども、ひょっとしたらもうこの、動画を見ている時には一次支援金は締め切っているかもしれないんですけれども、一言で言うと、いつ売上の減少があるか、後で出てきますけれども、売上が 50% 以上減少していないといけません。で、その売上 50% 以上減少が1月から3月にあったら一次支援金の対象ですと。4月以降、どこまでか今ちょっと決まってないんですけれども、4月以降にあれば月次支援金の対象になりますと。もちろんその前提として緊急事態宣言やまん延防止措置なんかの影響があることっていうのが前提になりますが、売上の減少がいつ起きたのかで適用される制度が違うっていうところです。で、金額についても違うんですけれども、これは特に月次支援金については単月1ヶ月ごとに申請していくことになります。なので何ヶ月続くかわからないですけれども、結果として月次支援金の方が一次支援金よりも多くなっちゃったよ、大きくなるよっていう人は出てくる可能性があります。で、この月次支援金のポイントなんですけれども、何度も出てきてるんですけれども、この動画を見てる方で、もし一次支援金を申請したよっていう人がいたら、一次支援金を申請している人、受給した人っていうのは手続き簡単になってます。ほとんど手続き不要に近いような形になっています。もちろん必要な手続きはありますけれども、そうですね、手続きの分量からいくと、10分の1ぐらいの、しんどさになりますかね。で、対象者かっていう話で、これは今回月次支援金を初めて申請する人が考えないといけないんですけれども、やっぱこの対象者かを判断するのがこの給付金は、この支援金は難しいです。書き方が難しいです。で、これ3番は割といい情報で、この申請要領を見たわけなんですけれども、もうめっちゃ分かりやすくなっています。この月次支援金だけじゃなくて、いくつかの支援金とか給付金とかっていう形で、こう募集要項とか申請要領とかっていうのがあったんですけれども、その中でもぶっちぎりで見やすい状況になっています。これは見やすくなったからといって対象者が増えるわけではないんですけれども、手間はかなり軽減されているんだろうと思います。で、まずは給付対象者の要件をお伝えします。で、給付対象者の要件っていうところが、この申請要領の中にもあるんですけれども、この A4、1ページ使ってずらーって書いてあるんで分かりにくいんですよ。いろいろ米印とか中とか、もうたくさん括弧書きとかがたくさんあって分かりづらいんですけれども、まずはこの3つを押さえた方がいいと。で、まず1つ目は対象措置の実施期間に事業を行っていて、その影響があることです。この対象措置っていうのはすごい言いにくいんですけれども、緊急事態宣言とかまん延防止措置の話です。こういう
こうそもそも制限されてる、制限されるような仕組みを適用されている、まあ、その影響があって売上が5割減少していますと。で3番はあんまり関係ないのかもしれないんですけれども、いや店畳んじゃうよっていう人はまあ基本的には対象外になります。一番最後の最後だからお金もらってやめようっていうわけにはいかないと、まあ、今からも事業をやりますよっていうのが要件になってきます。で、まあ、対象措置はまあいい、対象措置でちょっとポイントになるのは、緊急事態宣言とかまん延防止措置っていうのがいろんなところで出てきてて、かつこの終わるタイミングとかも違うので、そこを確認するのが、それを把握するのが難しいっていうのがあります。で僕は、関西にいるわけなんですけれども、例えば東京とか名古屋とかあと大阪っていうのはこれあんまり難しくないと思うんですね。多分一番こう感染者が多いから対象期間が長くなったりするはずなんです。特に大阪と東京って同じタイミングで終わると思うんですよね。で難しいのはもうちょっと地方の大都市圏です。これはこういつまん延防止が終わるかとかいうのは自治体ごとに県によって違うから、結構いつまでが対象でとか、まあ、その1ヶ月だけが対象みたいなものも今後あり得る可能性があるので、まあ、それを全部把握するのは結構難しいんじゃないかなっていうふうに。まあ、その次に、まあ、重要なのは、まあ、売上の話で、まあ、売上のポイントとしてはこれ3つぐらい挙げさせてもらいます。で1つは、月次売上が不明な場合があります。これは特に個人事業主の白色申告はまあ絶対そうなんですけれども、青色申告の人も月次の売上を明記しない人も中にはいます。どういうことかというと、まあ、一番最後の月とか、まあ、その手書きだったらその合計欄に全部1年間の売上を書くっていう、まあ、それ自体は、まあ、だからって言って青色申告ダメよとはならないですけれども、今回はその単月で見てどうかっていう話になるので、こう1月から順番にこう売上がこう明示できない人に関しては、まあ、12ヶ月の平均を取って考えると。だから、まあ、めちゃくちゃ季節的な変動はなかったとしても若干の季節的な変動があって、4、5、6、7、8とかいうこの割と暖かい時期がちょっとクッと上がるんやけれども、寒い時期になるとちょっと下がるみたいなこのパターンだったとすると、それがその12ヶ月平均になっちゃうから、まあ、ちょっと損する可能性もあるということです。で、給付金は比較対象外になっています。で、これどういうことかっていうと、入力の過程でこう給付金を月次の売上に入れちゃった人っていうのがいると思うんですよね。それはそれでその責められることじゃありません。なぜかっていうと、それを入れなかったら不備ですよみたいなことを言われてる人もいると思うんですね。売上が合いませんみたいな話になってる人がいて、月次の売上じゃないけれども、申請フォームの中に、特に一次支援金の申請フォームの中に給付金みたいな欄がないので、どっかの月に入れないといけないっていう時にもらった月で入力した人っていると思うんですよね。で、じゃあ5月にもらったってなった時に給付金は対象外になりますよと。売上が50万円で給付金もらったのは100万円で150万円ですけれども、比較対象は売上の50万だけですよっていうことになります。で、季節的変動も対象外になります。例えば海の家みたいな形で7月とか8月とかそこにしか売り上げがないですよねっていう人は、まあそもそも対象外になっています。その売上、月次売上不明の人とちょっと違うっていうことになる。月次売上不明の人は、まあ毎月まあ大体こう波があったとしても全部述べられるっていうか平均をされるんでっていう話ですが、季節的変動はそもそも0か100かしかない、100の月が2ヶ月しかなくてみたいなことになると、まあ、そういうのは対象外ですよっていうことに
になります。じゃあ自分が対象者かなっていうふうに調べるのって結構難しいんですよね。で、僕も事前確認機関としてこうサポートしてもらえませんかっていう話の中で電話をこう受けたわけなんですけれども、結構この対象事業者でない人からも電話かかってきたりもしました。で、まあ対象者じゃなかったらもらえません。で、まずはその時短協力金をもらっている、もしくはもらえる可能性のある、まあ、飲食業の人っていうのはこの一時支援金の枠組みには入りません。で、電話してあったのが、協力金ももらってます、一時支援金ももらえますかみたいな質問ありました。無理です。はい。あと時短営業や外出自粛と関係のない休業で、まあ、売上減少している、この辺はちょっとどうやって確認するのかっていうのは難しいんですけれども、まあパターンを強いてあげるとするならば、全然関係ない骨折とかで店閉めましたよ、一時的に店閉めましたよみたいなパターンが、それがたまたま時短営業とか外出自粛の期間にこう当たっただけで、本来の理由がまあオーナーの骨折みたいなやつやったらまあ違いますよねっていう話なんですが、これがそうかどうかっていうのをするのは難しいと。まあ給与所得者のみの人はまあ無理ですし、不動産所得者、まあ事業所得じゃない人は無理ですよ。マンションじゃないや、アパートの一室貸してますよみたいな不動産所得者は無理になります。で、一時支援金でも同じだったんですけれども、この月次支援金でも対象者の要件を満たすかどうかっていうのが結構分かりにくいのかなっていうふうに思います。要件というか、まあ、対象者はこんな人ですよっていうのを先ほど挙げたんですけど、それだったら結構合致するなって思っても、いやいや実は細かく見ていったら違いますっていう人が多くあるので、まあ、自分がまあこういう商売をしてますみたいなものをコールセンターにこう問い合わせしてみて、該当しますかねっていうのを聞くとかが、まあもう事業主のできるまあ最善の手かなっていうふうに思います。コールセンターもまあ割と優しく対応してくれるんじゃないかなと思ってます。僕も何回か電話したんですけれども、持続化給付金とか家賃支援金とかに比べてへんてこな回答をする人がまあ少なくなったなっていうのが印象です。で、まあ、もうちょっと具体的なところにこう入っていこうかなと思うんですけれども、まあ、今回のこの募集要領についてはこの保存書面と必要手続きのフローチャートがあって、まあ、それがまあめちゃくちゃ分かりやすい。ただ分かりやすいのは保存書面と手続きの話だけであって、だからといって難易度が下がるっていうわけではありません。で、この2つどういうことかっていうのを示すために、まずはその対象者の話から入っていきます。で、対象者っていうのは大きく2つに分かれてます。要は一番上に書いてあるんですけど、飲食店なのか飲食店じゃなくて外出自粛をしたから売上が減りましたみたいな事業者が、まあ、要は飲食業か飲食業じゃないかっていうところで大きく分かれます。で、この表を見方は同じなんですけれども、ここの真ん中のところには、まあ、どんな取引を やってる人ですかとか、ここやったらどんな事業者ですかっていうのが書いてあります。で、この事業とかもしくは取引関係によって、お取引関係や事業に応じて保管しておかないといけない資料が違うっていうのが面倒くさいところになります。で、もう一個面倒くさいのが、保存資料に関して提出資料ではないっていうことなんですね。だから誰にも見せることがないかもしれないけど、とりあえず取っといてねっていう資料になります。
で、そのフローチャートがこの募集要領にあるんですけれども、まあこれです。多分小さくて見えないと思うんですよね。どうなってるかっていうと、イエスのイエスのイエスの、だから一つの問いに対してイエスとノーっていうのを全部こうやっていったら、自分が何が必要なのかっていうのが分かるような仕組みになっています。まあ、口頭で言うと、例えばこうイエスのイエスのイエスのってやっていった結果、まあ、Y1 っていう区分があるんですけれども、まあ、どんな人かっていうと、こう対象措置が実施された都道府県の個人のお客さんと継続取引をしているみたいなやつでイエスってなってる人なんですよね。まあ、とりあえず Y1 区分に分類されたら1と3という保存書類がいりますよ。保存書類なんで提出じゃないんですよね。何度も言うように、これを保管しておいてくださいねっていう資料があります。何かっていうと、1は通帳、帳簿と通帳です。で、3はサービスの一覧表とか店舗の写真とか賃貸契約の賃貸契約書とか登記簿とかになります。そういうまあ基本的なものは置いといてねっていうのが明示されました。分かりやすくなりました。一時支援金の時も実は同じような、ここのここに関しては同じような記載があったんですけれども、まあ見づらいからまあこうなったという話になって、でこういうふうにフローチャートになったからといって保存資料が少なくなったわけでもないし、多くなったわけでもないっていうのは一つ付け加えています。見やすくなっただけで、その必要な量っていうのは変わんないっていうのが、まあ、答えになります。で、まあちょっと疲れてきたんですけれども、もう一つフローチャートがあって、これも見やすいんですけれども、必要手続きと必要書面のフローチャートになります。で、これもイエスのイエスのやっていったら、やっていったらパターン1パターン2パターン3っていう人に分類されることになります。で、この画面の僕から見て一番奥の薄い一番薄い緑の人は、基本的には一時支援金、一番最初に一時支援金とか月次支援金とかを今までやったことないよねっていう人が対象になります。で、2と3っていうのは、まあ、一時支援金ないしは月次支援金っていうのを、まあ、1回でも経験した人ですよ。で、それを必要書面が、まあ、たくさんあるんで、それは確認してもらえたらいいんですけれども、おおよそ言うとパターン1とパターン2、3に分かれます。で、パターン1っていうのは ID、マイページ、事前確認、情報入力、なんだかんだって全部必要になります。全てのものが必要になります。一方パターン 2,3 っていうのは、先ほども言ったように月次とか一次とかの支援金を1回でも申請した人があることが対象になってるんで、全部必要じゃないですと。じゃあ何が必要なのっていうふうになった時に、こう例えば4月にお金をもらいたい、4月分のお金をもらいたいってなった時に必要な情報ですよね。今までは1月、4月が売上が減少してるかどうかっていうのを知らせる必要があるし、どんなところで取引したのっていうのを知らせる必要があるっていうところで、ここの辺、この辺りを、この辺りが必要になると。まあ、読み上げると、情報の入力としてまず同意書が必要です。これ同意書っていうのは、まあ、一時支援金じゃなくて月次支援金っていう新しい制度に申し込むことになってるんで、月次支援金っていう制度の、まあ、反したことやりませんよみたいな申請書とか同意書とかが必要になってきて、で、どんなところと取引したんですかって、これはおそらく一時支援金をした人だったら分かると思うんですよね。じゃあ売上の金額を入力してそれを確認できる台帳が必要になりますよと。口で言うとこれだけなんですけれども、手間で言うとパターン、ちょっと出てきました、パターン1とは、まあ、仮にパターン3の人やったら、まあ、まあ10分の1ぐらいかなっていうふうに思う。本当にかなり少ないです。で、
ここの下のところにも書いてあるんですけど、パターン2ってどんな人かっていうと、何らかの変更があった人です。何らかの変更があった人は、変更したところについてはちゃんと、情報入力して資料も添付してくださいねっていう話です。でこれ何らかの変更で、一番こう説明しやすいのは、おそらくはその通帳を変えてくれ、いや 入金する銀行を変えてくれっていう申請をしたい人とかだと思う。それはそのこう UFJ やったやつを例えばアマシンに変えてくれってなった時に、それ以外の情報は別に変えんでもいいですよと。じゃあその銀行に関する情報だけは変えてねと。で通帳なんかも添付してねっていう話になります。だからここでいうところのパターン1については、今まで全然やったことない人、パターン2、3については、今までやったことある人で、パターン2については、人はまあなんか変更があった人やっていうふうに考えてください。まあパターン2の人ってほとんど少ないと思うんですけどねと。まあこんな感じになります。でまあその ID とかマイページ、まあ事前確認について、今回の募集要項、この募集要領の中にはなかったんですけれども、まあ、一時支援金と基本的には仕組みは同じになっています。まずゼロからスタートした時に、まあ、ID を発行してもらいますと、 ID もらいますと。じゃあその ID に基づいてマイページを作りますと。で入力してくださいねっていうのを入力します。添付してくださいっていうのを添付します。ああ全部終わったわってなって、申請ってなっても申請できない仕組みになってるんですよね。じゃあどうすんねんっていう話になった時に、事前確認っていうのが必要になります。でこれが登録確認機関っていう、まあ、税理士とか、まあ、そういう登録確認機関の登録を受けた、まあ、専門家っていうふうに言った方がいいんですけれども、まあ、そういう人たちに事前確認をしてもらえれば、 C の何番の人 OK ですみたいなものをこのさあの申請するんですよ。そしたらこの人大丈夫ですっていうような感じですぐリターン返ってきます。じゃ あの申請ボタンが押せるようになる。僕も実際目の前で見たんですけど、あの本当にすぐもうこっちがこの必要事前登録事前確認機関として手続き終わったら、もうその瞬間にこう申請できるようになるような感じになっています。なのでまあ事業者と登録確認機関の2人がいないと進まない形になってます。で最後申請期間の話です。これはもう出てます。で原則として、対象月の翌々月の末日までが対象になります。ただもう4月5月っていうのは進んじゃってるので、4月5月に関しては8月15日までですよと、6月はあの8月31日までにやってねっていうことになります。で気になるところではあるんですけど、じゃあ6月以降どうなんねんっていうのを絶対に気になるんだと思うんですが、これちょっと問い合わせしてみたんですけれども、まあ、まだ分かりませんっていう言われちゃいました。6月、14日の時点ではまだ分かんないですよっていう話。7月どうなるか8月どうなるかっていうのは分かりませんと。だからあのこまめにチェックしてくださいって、あっそうっていう感じなんですけど、やっぱりなみたいな感じなんですけど、で、まあ、ここまで最後まで見てくれた人はどのぐらいいるか分かんないんですけれども、月次支援金に関して実はその上乗せ給付とか、まあ、基準に達しない事業者に対する独自給付をやっている自治体があります。まあ、上乗せ給付って例えばパターンで言うと、まあ、一時支援金をもらえた人に対してプラス5万円とか、あと2番に関しては一時支援金はもらえませんでした、いや3割しか減ってないんですよねってなった時に、いやいやうちのなんとか市だなんとか市だったら、そういう人には特別に5万円あげますよみたいなことをやっている事業自治体があるんで、チェックしてください。これめちゃくちゃ
かなり数があるんで、もう読み上げることができないぐらいあるんで、まあ、その自分が事業を行っているところない、事業を行っている自治体はどうかなっていうのはしっかり調べるようにしてください。今日の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価、あとコメントなどもありましたら全部回答させていただきたいなっていうふうに思います。それではまたお会いする日を楽しみにしています。さよなら。